体チェック運動立ち上がり編。皆さんこんにちは、理学療法士の福田です。今から5つの運動を行っていただきます。この5つの運動を行うと、今のあなたの立ち上がりの特徴が分かり、おすすめのトレーニングをお伝えすることができます。それでは早速やってみましょう。運動前の注意点です。病院にかかられている方のうち、運動を避けるように言われている方はお控えください。不安な点がある方はかかりつけの医師にご相談の上行うようにしてください。体調が優れない場合は無理に行わず、体調が良い日に行ってください。運動中の注意点です。以下に当てはまる場合は中止し、休息を必ず取ってください。運動中に痛みが出現したり、もともとある痛みが悪化した場合、その他途中で体に何らかの変調があった場合。運動前のチェックポイントです。運動をする前に周囲に物のない環境、手や足を動かしても何かぶつからない環境で必ず行うようにしてください。また床に何か物が落ちてないかチェックもお願いいたします。運動の中では手すりなどを使う場合があります。その場合、ご自宅にあるもので椅子などを使っていただいても構わないんですが、このようにしっかり土台が安定したものを使ってください。キャスターだったりぐらつく棚ですと転倒の危険性がありますので、気をつけて行いましょう。また日常生活で何かしら介助が必要な方に関しては、必ずサポートしていただける方とご一緒に運動を行うようにしてください。運動1、体を前に倒す運動を紹介します。まずは下が動かないようなしっかりとした椅子をご用意ください。こちらに座っていただいて、体をまっすぐに起こします。この状態でそのまま前に体を傾けていきましょう。この時に足の裏で体重を支える量が増えるのを感じましたら OK です。合計3回行いまして、いずれかで前に倒した時に両足にしっかり体重が乗っている感覚が入るかというのを確認してみてください。注意点としては、背中を丸めて行わないように。丸まっていると足に体重が乗る感じが感じづらくなります。体をまっすぐに起こして倒していきましょう。もう一つは、前に倒しすぎると体重がかかっている感じが分かりづらくなりますので、しっかりまっすぐの状態を保って、足の裏に体重の量増えてきたなと思ったらもう止めていただいて結構です。また前に倒していくときに、片方に寄らないように両足均等に体重が乗っているかというところも確認してください。運動2、お尻を浮かす運動です。用意するものはしっかり固定された椅子とテーブルなどをご用意ください。今日は杖を代わりにちょっとご用意しております。やり方は、座った状態で支えになるものに手をかけます。このままの状態で前に体重を移してお尻を浮かした状態を保ちます。この状態ができるかどうかを試してみてください。ポイントとしましては、体を上に上がろうと起こすとお尻が後ろに戻りやすくなってしまいますので、あくまで前に行くイメージでお尻を浮かしてください。ではいつでも浮かせれるような状態で、軽くサポートしている程度でやってみましょう。合計3回ほど行っていただいて、しっかりとお尻が浮かせているか、その状態で姿勢が止められているか、両足で踏ん張っている感じがあるか、手のサポートは最小限かというところを確認していただいて、全て満たしていたら合格です。運動3、中腰入れの重心移動を紹介します。テーブルもしくは椅子などをご用意して支えになる環境を作ってください。こちらに体を正面を向けまして、体
軽く手を触れます。軽く手を触れた状態で体と膝を曲げて中腰位を保ちましょう。中腰位が取れた段階でつま先側、かかと側、つま先側とバランスを崩さない範囲で前後に体重を移動していきます。スタートしてから計2往復、前後ろ前後ろというふうに行ってみてください。この時に手にしっかり力がかからないように手で支えてないかどうかっていうところと、2往復しっかりできるかどうか、バランスを崩さずに行えるかどうかというところを見ていただけたらと思います。運動4、スクワットを紹介します。スクワットをやるときには必ず何か支えれる環境、壁などの近くに立ち、もし座り込んだときに大丈夫なように椅子もご用意ください。椅子の前に立ちまして支えとなる環境に手を触れます。この状態で両膝を曲げながら上半身も前に倒していきます。この状態で膝が90度まで曲がるかどうかを確認してから戻っていきます。念のために椅子を用意しているんですが、そのまま椅子に座り込まないようにして、このままゆっくりと膝をできるだけ曲げて90度ぐらい、イメージとしては椅子に触れるか触れないかぐらいまで行って、また元の位置に戻れるかというのをできるかどうかチェックしてみてください。運動5、座る運動をご紹介します。用意する場所としては何か支えができる壁やテーブルなど、合わせて座る椅子を用意してください。椅子はガタつかないようなしっかりとした固定された椅子を使用してください。やり方ですが、軽く壁に手を触れてこのままできるだけゆっくり座っていきます。この時に浅座りにならずにゆっくりとある程度お尻を奥まで座れるかどうかも合わせてみてください。また動作をする時に手で頑張って体を支えないように軽くバランスを取るために触れているだけかどうかというところも見ていただければと思います。ドシンといかずにゆっくりこのように座れたかどうか、またこの時も左右どちらかに固まらないで均等に行えたかというのを見ていただけたらと思います。チェック運動の解説に移ります。立ち上がり動作では足に体重を乗せる能力、足で体重を支える能力、足で体重を支えながら前後に重心移動をする能力、全身を起こして伸ばしていく力、重力に対して体をコントロールする力が必要となってきます。運動1がお苦手だった場合は足に体重を乗せていくようなトレーニングが必要となってきます。運動2がお苦手だった場合は足で踏ん張るようなトレーニングが必要となってきます。運動3がお苦手だった場合は中腰位の状態でバランスを取るような練習が必要となってきます。運動4がお苦手だった場合は全身を体を起こしていくようなトレーニングが必要となってきます。運動5がお苦手だった場合は重力に対して体をコントロールするような練習が必要となってきます。それではトレーニングの一例として、運動5、ゆっくり座ることが難しかった場合に重力に対して体をコントロールするトレーニングをご紹介します。用意するものは何か触れれる環境がある壁やテーブルなど、あとは座った時にサポートできるような椅子をご用意ください。椅子の前に立ちまして、手を壁などに触れます。この状態で中腰位を取った状態を取り、腰を動かしてつま先側、かかと側に体重を乗せている位置が
変えられてるかどうかというのを見てください。中腰で腰を動かして重心をコントロールする練習です。このような中腰で上半身は動かさずに後ろ前後ろ前後ろ前、足が辛くない範囲でゆっくりと後ろ前後ろ前と行っていきましょう。まずは3往復程度やっていただいて、足が辛くなったら一休みします。一休みした後にまたやっていただければと思います。このような状態で練習をしていくと、重力に対して体をコントロールする機能が練習できますので、ぜひお試しください。お体チェック運動はいかがでしたか？ご視聴いただきありがとうございました。